再度、さっきねサンリブに休憩してて再度また、やってきました。いや人多いっていうかね、車が全然動いてらんです。それでは火をつけていきます。合図と合図があったら火をつけます。各チームトーチに火をつけ。トーチに火をつけ。投げたい的ではありません。結構子供な。準備はいいですか？それでは行きます。投げたい的に火をつけ。それでは行きます。投げたい松を投げ。
B、C チーム、高田賞ファイヤーズ、エイティンファイヤーズ、レッツゴーチーム、頑張ってください。けどこのニコニコの会場があったとかね、そこ車があるけど、はい、こんな感じのところにやってまいりました。結構ねカメラって用意してる人多いね。結構いるよ。この辺はちょっと少ないかな。ということで、やっと本番が始まるようです。
取れるね。
まあというところで、もうみんな帰ってる感じなのでそろそろ車に戻りますかといったところでございます。うわー超渋滞ですわ。はい、グラウンドの駐車場でございます。うわ分かりづらいけどもうあちらこちらから並んでますねこれ。すげえわ。いやーまあそんまあ進んでるそんなにはかかんないっちゃかかんないけど、まあ今ね、はい、9時52分です。はい、まあそれでねまあ半分以上いるんで余裕で半分以上いるんで、まあ車の中でぼーっとするのが一番いいのかな。しばらく10分すら多分かなり減るんじゃないかなと思います。はい、といった感じで車に戻ってきました。時刻は21時56分でございます。いや混んでる、車進んでないもん全然。これ後ろもこれだ、この辺車だよ多分。あのね、出入り口のとこはなんかスイスイ行ってるんだけど、なんかね集合してんだよ、ね、6、7列ぐらいこうあって、めっちゃ1箇所しかないから出入り口が、そこにねめちゃくちゃ集中してるからなんか渋滞してるような感じでございます。まあそうやな、それでも 2、30分すれば、2、30分もかからないと思うけど、まあ10分じゃちょっと厳しいかな。20分もすれば多分、多分余裕で出れるぐらいになると、だいぶね減ってきて、あと3分の1半分はなくなったかな、3分の1ぐらいです。だからまあ帰るときはもうその渋滞が分かってるから、はもう早く帰りたいと、先に花火大会終わってすぐ帰るか、あのちょっと遅れて帰るか、もうどっちかですね。早く帰りたい方は遅れて帰って遅れて帰るのか、まあ、ゆっくりして帰る時間だけど、まあそんな感じでございますね。まあいつものなんか感じだね、あのこういう花火大会じゃないけど、まあ、お祭りの時はそうなるよね。はい、という感じでございました。今日は一人で歩きまくりましたね。はい、18,738歩歩いた。距離にしてなんか十何キロって出てたけど、ポケモンのモンスターは一つも、吹かせず5キロをあれしたんだけど、全然ね結局吹かしないんだよね。 なぜね、なぜでしょうか。はい、あー払えた。まあ、結局露店で何も買わず帰りにトライアル行って、ラーメン食って帰ろうかなと思います。はい、以上です。本日もご視聴ありがとうございました。じゃあ帰ります。さよなら。ご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。